お願いします。お願いします。はい、出してみます。はい、ありがとうございます。一回聞きます、こちらで。うん、いい感じです。B メロなんですけど、はい、今の感じで全然良くて、はい、なんかあの、なんだろう、まあちょっと休符とかも書いてるんですけど、はい、なるべくこう流れが止まんない程度に切る。で、ベーン、ダ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 ーン、ストーン、ダーン。決めしなくていいってことですね。そうですね。割と、この、食いだけ、食いとかこう、アクセントだけつけてもらえれば。どれを元にするか、うん、なんかそれぞれがいいとこある。そうだね。そうだ、と頭のフィルとか、あの3パターンとりあえず違う感じでやってみたんですけど、はいはいはい、悩みますね。全部聞いてみよう。ゼロかな。ゼロかな。ゼロいいっすね。最初の頭4つを、うん、テイク1にして、うん、で、5からテイク0、うんうん、っていうのもなんかちょっと一回聞いてみていいですか、うん
かっこいいかなと思うんですけど。じゃあ、いや、山さんのその、テイク2やんも。スルッと行くなら、うん、テイク2やけど、つながりが意外と、ね、おぉ、よかったから、これでも大丈夫。つなげたところ、一発目のスネアのちょっと、音色がちょっと気になったんですけどね。5を、はい、あのジャストじゃなくてもうちょっと持ってくるみたいな。いいじゃないですか素晴らしい。ちょっとお試しでなんですけど、はいはい、あの 2A の 2A、はい、今 A ダッシュの話だったよね、はい、2A 今開いてオープンでやってるじゃないですか。あこれクローズっぽい感じ。クローズっぽい。どうなるのかな。ちょっと、たまにこう、貼ってあげるぐらい。ああ、はい。それでやってますか。いいですか。はい。はい。じゃあ、お願いしまーす。いいと思うけどね。まあ、バンドっぽいというか。うん。あ、なんかクローズの方がなんかいい感じなので、もう一度落ち着いてみませんか。じゃあちょっとクローズで、はい、あ本気出していきます。あ、はい、本気でお願いします。素晴らしいです。大丈夫ですか。ありがとうございます。試しに 1B もうちょっとなんか一回試してやってみてもいいですかね、はい、1B もうちょっと静かな感じでもいいのかなと思って、はいはい、なるほど。ちょっとやってみます。金メダルです。素晴らしい。ありがとうございます。すいません、本当に。素晴らしい。まあちょっとロックなテイストをがっつり入れたので、ライブとかで盛り上がれるようなイメージを想像してたので、そんな感じです。まあメリハリですかね。やっぱまあ AB のそのタイトな感じと、あとまあサビでバーッともう盛り上がってる、あとやっぱ最後の3サビの最後の終盤にかけて叩き込んだドラム聴いていただけたらと思います。アレンジのポイントなんですけど、まあ、テンポがまず190で、いただいたデモが割とゴリゴリのこうかっこいいロックサウンドだったので、なんかこれを自分なりにこうちょっとなんかコードを細かくしたりとか、なんかこうおしゃれな感じを出したいなと思って、それでいろいろこう手を加えていった中で、特に B メロとかはキメなんかも作ったりとかして、曲をより豊かにできるようにちょっと工夫してみました。190っていうテンポの中でただ流れていくのは嫌だなと思ったので、なんかいろいろこうあの自分なりにこうスパイスというかいろいろ入れて、あの細かいとこなんですけど、なんかいろんな面白いフレーズは入れてみたつもりです。はい。理想形は遥か遠いけれど、いつかたどり着くな。未完成な夢の心に強く。